怪談。松江ゆかりの作家小泉八雲が書いた怪奇文学作品。さあ皆さんをその奇妙な世界へご案内いたしましょう。3分でわかる小泉八雲の怪談。さあ今回ご紹介するお話はこちらです。雪女、英語で言うとスノーガール。英語で言わんでもいいよね。これはスノーガール。早く本題入ろうか。はいはい、じゃあいきますよ。昔昔ある冬の夜、モサクとミノキチという2人の男が山でひどい吹雪に遭ってしまいます。こりゃいかんぞ。でもよかった、あんなところに山小屋が。いや寒いの、これからどうしようか。暇なんで好きな女の子の名前を言いませんか。修学旅行の夜じゃないんじゃよ。わかってますよ、眠くならないような提案をしたのに。って寝てるじゃないの。古典的なボケで眠ってしまったミノキチ、しばらくすると何やら変な気配を感じました。うわ、見たな、私は雪女、このいてつくと息をかけてこいつを殺したのだ。そんなことしてると結婚できませんよ。そうかい、ならばお前は若いし見逃してやろう。でも今見たこと決して誰にも言ってはいけないよ。もしも言ったら殺してやるからね。そう言うと女は戸を閉めずに出て行ってしまいました。しつけがなってないな。ね、そこいいじゃろ。翌年の冬、美濃吉はある若い娘に出会いました。娘は雪のような白い肌で、名前もお雪と言いました。え、あれさっきの雪女じゃ。二人は徐々に惹かれ合い、やがて結婚。10人もの子宝に恵まれました。いや、それずいぶん産んだね。でも不思議なのは、そんなに子供も産んで結婚して何年も経つのに、お雪は一向に年を取らないことでした。ひょっとするとお雪は雪女だって気づいちゃったの。美魔女か。違うって。しかしその幸せもついに終わりを迎えることになります。お雪、美濃吉は何気なく雪女の話をしてしまいます。するとどうでしょう。それはこの私じゃ。まさかお雪が雪女だったとは。いや、分かってたし。あれほど約束したのに、なんで喋ってしまったの。でも子供たちのことを思うと、お前の命を取ることはできぬ。こうなったからにはせめて子供たちを大事に育てておくれ。それきり二度と現れなかったと言います。なんで話してしまったんだろう。美濃吉はいつまでも後悔し続けるのでした。いや、切ない話じゃったね。しかもまさか二人が同一人物だったとは。いや、そんなのすぐ分かったし、それに最後は別れると思ってたよ。え、どうして分かったんですか。そりゃ君、相手が雪だけに振られた。コールド。